こんにちは、ソナスクライブ井上です。今回はスケール電子について説明したいと思います。それではワンメジャーセブンスから始まるアイオニアンスケールの弾き方を説明したいと思います。ワンメジャーセブンスのコードを弾いてからアイオニアンスケールを弾いてみます。基準となるコードからこのようにインポジションに指を配置して人差し指をストレッチします。そしてこのように弾きます。大切なのはインポジションを意識すること、そしてストレッチを活用することです。インポジションを意識しないと、手が不安定になってしまい逆効果となってしまいます。インポジションを意識することによって手が安定して上手にメロディーを弾くことができます。皆さん頑張って練習してみてください。